おはようございます。赤尾です。本日は、朝の目覚めよう怖い話71、お送りいたします。では、早速。朝子はー。僕はその日、仕事の関係でいつもの職場ではなく、二つ隣の町にある拠点まで車で行くことになっていました。仕事は夕方くらいまでには何事もなく終わり、帰り道に国道で車を飛ばしていた時のことです。疲れていたのでしょうか。急にどっと眠気が来てしまったために、これは運転していては危ない、と思って通りがかったコンビニに車を止めて一休みしようとしました。まだ、自宅のある町の隣町までしか来ていませんでした。普段よりもうんと早い時間に叩き起こされて、夕方までせわしなく働き、思えば朝食以来何も食べていませんでした。その時僕は、眠気覚ましの強めのコーヒーと、お気に入りの卵サンドをカゴに入れて、新しい雑誌を軽くパラパラと見てから、レジに向かおうとしていました。駐車場に面した大きな窓のあるところです。ガシャンと大きな音を立てて窓が割れ、雑誌のラックが僕にめがけて突っ込んできました。僕の体はそのまま、整髪料やらヒゲ剃りやらのある商品棚にめり込んでいきます。粉々になったガラスの破片が、まるでひらひらと宙を舞う布団の羽毛のようにゆっくり、ゆっくりと飛んでいます。何もかもがゆっくりと動いているように見えました。何が起こったのか、最初はよくわかりませんでしたが、どうやら白いセダンが店内に突っ込んできたらしいということを僕はやっと理解しました。ああ、アクセルとブレーキを踏み間違えた、というやつかな。どこか他人事のように自分の頭は薄ぼんやりと思考を続けました。背中というか腰というか、そのあたりがメリメリと嫌な音を立てています。ああ、そうか、俺の骨は耐えられずにポキンと折れてしまうんだな、と思いました。吐き気がして、腹の中のものを出すと、赤黒いものがいっぱい出てきました。血に混じってなんだかよくわからない、焼肉屋さんのもつみたいなものも出てきますが、それが何なのかは想像したくもありませんでした。ああ、折れた雑誌の棚が俺の腹に刺さってめちゃくちゃにかき回しているのだな、と思いました。とにかく、視界の何もかもが緩慢に流れていき、もうどうしようもなく僕の人生が、終わりに差し掛かっていることがわかりすぎるくらいによくわかるのでした。悲鳴が遠くに聞こえ、大丈夫ですか?と言っているのもなんとなくは聞こえていましたが、もはや僕の眠気は絶頂に達しており、視界がぼやけています。きっと白目を向いて、半分以上眠ってしまっているのでしょう。起きていますよ、聞こえていますよ。と言いたかったのですが、僕はもうトロンとしていました。卵サンド食べたかったな。大きな音に、僕は目を覚ましました。場所はいつものタバコ臭い運転席。僕はコンビニの雑誌売り場ではなく、自分の車の中にいました。顔を上げると、目の前にコンビニの店舗があって、どういうわけか正面の大きな窓に白いセダンが突き刺さっていました。それは、さっき僕の体を男物の整髪料の棚に押し付け、押しつぶしたのと全く同じ車のように見えました。けれども、今度は誰も引いてはいないようです。何があったのかさっぱりわかりませんでした。自分が車に潰されたと思ったのは、夢か何かだったのでしょうか。気分が悪いので、このコンビニで買い物をしたり、休憩したりするのはよして、もう少し先に行ったところのコンビニにしよう、と僕は思い直しました。その時です。僕は自分が手に何か持っていることに気がつきました。くしゃり、という放送の音がしました。それは、自分が夢の中で買おうとしていた卵サンドでした。それが、未開封のまま手の中にあります。左手のドリンクホルダーには、買おうとしていたコーヒーもあり、封を開けて一口飲んだ形跡がありました。してみると、あれは本当に起こったことだったのでしょうか。無事に事故から生還した記憶も、お金を払った記憶も僕にはありません。むしろ、もうダメだ、自分はおしまいだ、と思っていました。スマホを取り出して決済の内容を確認すると、数分前に支払いは済んでいました。立ちの悪い無誘病者のように、無意識のうちに万引きしたわけでもないようで、なんだかほっとしました。車や店内からドヤドヤと人が出てきました。怪我人は出なくて済んだのか、運転手が店員にペコペコと頭を下げて平謝りしていましたが、救急車を呼ぶでもなく、ほうきを持ち出して店員も運転手も同乗者もみんなでガラス窓の破片を掃除し始めました。僕が見たものは一体何だったのでしょうか。夢だったのだとすれば、卵サンドとコーヒーの説明がつきません。僕は確かに数分前にそれを買っていて、スマホにも決済の記録が確かに残っている。
けれども、本当に買ったのだとすると、僕はあの時、白いセダンと商品棚に挟まれて、この世のものではないということになる。何か恐ろしいものを見てしまった気がして、全身が総気立ちました。とてつもなく恐ろしかったのですが、その卵サンドとコーヒーは、どういうわけか絶対に平らげてしまわなければならない、という強い思いに駆られました。なぜそうなのかは一向にわかりませんでしたが、とにかく僕は卵サンドを食べ、コーヒーを飲みました。食べ終わると、なぜか涙が出てきました。ほろほろと無性に泣けてきて、僕はしばらく泣いていました。一通り泣いてしまうと、すっきりと爽快な気分になって、もはやあれほどひどかった眠気もどこかに行ってしまいました。この状態ならなんとか運転を続けることができそうです。この件が気にかかったもので、帰ってから、過去に同じような事故がなかったかインターネットで調べられるだけは調べてみました。同じ市内、同じ国道沿いにある別のコンビニでは、アクセルとブレーキの踏み間違いによる痛ましい事故があったらしいのですが、僕が不思議な思いをした店舗とは別の店舗、というよりも別の会社のコンビニだったようです。あの事故の記憶は何だったのでしょうか。何者かが何かを僕に伝えようとしていたのかもしれない、などと考えてみたこともありますが、事故が実際に過去に起こったわけでもない場所で、一体、誰が何を伝えようとしたのか、今もって謎です。さっき神社から帰ってきたよ。ちょっと長くなるだろうけどなんでこうなったのか聞いてくれる？実はまだ現在進行形で取り憑かれているらしいんだ。明日もまた神社に行かなければならない。一応巫女さんにインターネットでこの話してもいい？って尋ねたら、場所を特定されないようにしてくださるなら大丈夫ですよ。とのこと。場所特定されたら興味のある人たちが行くことで波長が合いやすく、第二、第三の被害が出るかもしれないとのことだ。言うても今のところ私自身何の問題もないんだけどね。オカルト板に来るのは初めてなので、もしすれ違いだったら誰か誘導してください。話していいなら夜にまたまとめて投下しますね。お待ちしております。先ほど書き込んだ取り憑かれてる？らしい私です。まず私の仕事がいわゆる万引き G メンなんです。G メンって言ってももうアラサーのおばちゃんなわけだけど。昨日起こった出来事です。朝派遣先の店舗に出勤。そのスーパーは今まで何度も警備しています。スーパーといっても小さい食品スーパーじゃなくて、3階建てとかの衣料品やおもちゃ売り場などもある大型スーパー。そこに1日8時間、地下の食料品売り場から1階の医薬品、雑貨、2階の衣料品、3階衣料品玩具、文具、子供服売り場などを巡回します。小さなスーパーに行く時もあります。その時は一人で警備しますが、大型店舗ですと二人体制で警備に当たります。一人は警備室でたくさんの監視カメラを視点を切り替えながら360度の角度でチェックします。360度チェックできる高性能なカメラでもどうしてもチェックしきれない死角が存在しますので、大型店舗ですと巡回と警備室の二人が必要になります。そして今回私は売り場巡回。余談ですが8時間歩くのはしんどい。昨日の15時頃の話。15時頃から16時頃は学生の万引きが多いので3回売り場を巡回していました。心なしかいつもより中学生が多いなと思っていたら入試だったようで。その中で一人だけどうもおかしい動きの女の子がいました。彼女はリラックマとかそういうサンリオキャラクター売り場にいて、リラックマのぬいぐるみを手に取り、座り込んでいる。たまに顔を上げて周りを見ているのと、手元のバッグのファスナーが開いていたので、ああこれはやるな、と思っていました。私たちは絶対に相手に顔を見られてはいけません。もし目が合ってしまうことがあったなら、すぐさまその店舗から退出してしばらく顔を出せない決まりになっています。なので、怪しい人物を見かけると絶対に目を合わせないように、相手に顔を見られないように陳列棚の隙間から相手の手元と商品だけ、絶対に目を離さないように見ます。その後ろ姿から長い一つに結んだ髪の毛、ピンク色のスカート、オフホワイトのニット。私は彼女の背中側に陳列棚を挟んで同じような格好で座っていました。目の前には消しゴムやシャーペンなどがたくさんぶら下がっています。その商品をブラインド代わりにして相手の背後から監視していました。その子が急に立ち上がりました。手に持っていたリラックマのぬいぐるみは戻された様子がないので、まだ手に持っているか立ち上がった瞬間にバッグに入れたか。でも私たちは決して慌てて一緒に立ち上がったり、後をつけたりしてはいけません。
そして、バッグに入れた瞬間を見ていないと捕捉できない決まりになっています。誤認逮捕を防ぐためです。私がそれまで彼女の手元を見ていた場所からは、その時は彼女の足しか見えませんでした。覗いていたシャーペンの陳列の隙間から、少し上の位置にあるシャーペンの隙間をそっと開けました。するとその隙間、陳列棚の向こう側から張り付くようにこっちを覗き込む彼女がいました。相当パニックになったのだと思います。私は後ろに尻餅をついて、やばい、と思いました。すぐにその場を離れて、店内で使う連絡用 PHS で警備室にいる先輩に連絡しました。S さんとします。その時から異常な頭痛。おそらく驚きすぎて血圧が一気に上がったからか頭がガンガンしていました。見られました、目が合っちゃいました、と言うと。とりあえずすぐ警備室に戻ってこい。とのこと。はぁはぁ言いながら警備室に行ってからのやりとりです。すいません。どこで？3階サンリオコーナーです。すぐさまカメラをチェックする私たち。でもそこにはそれらしい人物はいません。頭髪、年齢、服装、身長。黒髪ポニーテール肩より下、15、16歳、ピンクのスカート、白のニット上、白のスニーカー、茶色の大きめバッグ、身長155前後。うん？なんだか考え込んでいる様子でした。見られたってどんな風に？そう聞かれたので、監視していた状況からリラックマを手に取り立ち上がった瞬間や、その後、彼女に覗き込まれて目が合ったことを話しました。S さんは一通り話を聞いた後、携帯から社長に連絡をしました。すいません、ちょっとまた頭痛がひどい。全身総けだったのでちょっと1階のリビングに避難します。すいません、自室がなんだか怖いので家族と共にリビングにおります。頑張ってまとめたのですが、全部まとめきれない。小出しで申し訳ないです。どうやらその女の子について話をしているようでした。電話を切った後、S さんは私に、社長が迎えに来るから、と言いました。やらかした勘でいっぱいだった私ですが、通常顔バレ程度で社長が駆けつけるとかなんでー、と疑問だったのですが、この後の S さんの話で一気に私の状況がわかりました。社長が着くまでに事情説明しとけって言われたから説明しとくよ。急に神社言われてもな。はぁ、ありがとうございます。神社？そう、神社。ちょっと待って、一応録画確認しとくわ。そう言って、該当する場所の録画をストップして巻き戻して再生してみました。再生されたビデオに私が映っています。ですがそのコーナーにいたはずの女の子はいません。時間は間違いなくその時間で、その後、後ろにひっくり返って逃げ帰る私も映っていた。あれ？なんで？いや私ちゃんと見てますよ。本当に。わかる。でもなぁ、ちょっとこんなこと正直信じられないんだけどね。俺も見たことない。だけど今まで二人同じ子を見てるんだよね。私はその時はちょっと何を言ってるのかわからなかったんですけど、漠然と何か変な気がしてた。君が見た子、実際には存在しない。なんて説明したらいいのか。幽霊って言えばいいのか。え、冗談ですよね？ここで全身鳥肌が立った。冗談ならいいけどね、それはいいんだよ。ただ今まで見たっていう人たち、君が家に来るだいぶ前の人たち。全員亡くなってる。ちょっと落ち着いて。一人目の人も同じ子を同じ場所で同じ時間に見てる。その時も君と同じように絶対見たって言ってた。でも実際にはカメラには映ってないしね。何かの見間違いか疲れてたのかみたいな曖昧に終わっちゃったんだけど、翌日から出勤しなくなってね。電話してもしても繋がらない。一週間くらいして社長がアパートに行ったんだよ。そしたらリビングで倒れててね。薬大量に飲んで自殺してた。それでいっぱいメモがあってさ。メモに、見た、見られてる、見た、見られてるって書き殴ったのがいっぱい落ちてた。そんな話を聞いても、今まで全く心霊とは縁のなかった私だけに、なぜかなんとなく私は大丈夫、みたいな気持ちがありました。でももしかしたら死んじゃうのかな、とも、まさかそんな非現実的な。二人目はね、それから一年くらいしてから、やっぱり同じ子、同じ服装、同じ場所同じ時間。その時は社長が警備室にいたらしいわ。同じ状況で二人とも見られたと戻ってきてるから、社長もその時はちょっとこれはおかしいと感じてたんだろうね。そのままその人は帰らせて警備室でビデオをチェックしてたんだって。その付近の時間帯のビデオを全部チェックしてもそんな子はどこにも映ってない。閉店間際、
その二人目の人から社長に電話があって、見られてます、見られてますって言って錯乱してる風だったので、自宅に様子見に行ったんだって。自宅に行くとご家族が困っていたみたい。部屋にこもってどんどん床や壁を叩いて鍵も閉めておかしい、何かありましたか？と。お茶を飲む S さん。私は喉からから。それでその方は？うん、社長は顔が広いからね。あの人も超常現象だとかそういう類のことは一切信用しないけど、二度目だからね。知り合いの神主さんに電話したんだって。事情説明すると、その神主さんも見てみないとわからないが、あまりいい空気が伝わらない。連れてこれるならすぐに連れてこいとのことで。でも急に、悪いものが取り付いてるから神社でお祓いしましょう。って家族に言ったって誰も信じないでしょう。社長ですら半信半疑だったもんだから、とりあえず飯連れて行きますと言って連れ出した。ちょっと長くなるので端折って書きますね。二人目の方は社長と一緒にその神社へ行きました。神主さん曰く、自爆霊にいろんな悪いものがついてる。いわば本体の霊がマンションみたいになっている。とのことでした。何それ怖い。一日や二日では払えない。払いきれない。本体が周りの霊を呼び寄せるのか、払ったそばから集まってくる。しかし神社内には入りきれないようなので可能な限り払いましょう。と言ってお払いをするも、本体を払えずにそのまま帰宅。何かの札みたいなものをもらって帰ったそうです。その人もそんな努力も虚しく翌日遺体で発見されました。もらったお札は玄関の靴箱の上に置いてたようです。その方は自室で首吊り、ご家族への説明がすごく大変だったそうです。それがあって今回私で3回目。その時社長が到着しました。続きは今夜また書けたら書きます。すごく長いけど大丈夫かな。続きを待つのはやぶさかではないが、これが8号級の最後の書き込みだった、なんてことにならないよな。すでに入れ替わってる。ご心配ありがとう。結論を先に言いますと、今日伺った神社の神主さん曰く、私にものすごい強い守護霊様がいるとのことです。今までに何回死んでもおかしくない事故なんかがあったのではないか。と聞かれました。確かに3回事故で死にかけてます。一度目は左腕がちぎれかけました。今は繋がってます。小指以外ちゃんと動きます。二度目は車にはねられ頭蓋骨陥没骨折。三度目は尼崎の福知山線での電車事故でした。これは無傷。どのご先祖様かわかりませんが、ご先祖は昔その地域では有名なお医者様の家系で、たくさんの人々を無償で助けてきたと聞いたことがあります。私の曽祖父の代で落ちこぼれてろくでもない家になってしまったそうですが、祖母がよく愚痴ってました。何、例の福知山線事故を無傷で生き延びたとか、どんだけすごい守護霊なんだよ。霊的なのもいいが福知山線の事故の体験談を聞きたい。それはちょっと興味あるね。どれほどの奇跡が起きたのか聞かせてもらおうじゃないか。福知山線の話はまたお話ししますね。今でも PTSD はあって、電車はあまり乗らないけど、車に乗ってても急ブレーキされると動悸と冷や汗がすごいんですよね。ああ、しばらくお墓参りしてないから行かなきゃ。明日神社に行く前にお墓参りしてから行くことにします。すいません遅くなりました。社長が到着してからの話を書きますね。社長はすでにその神主さんに連絡済みで、すぐに車に乗るように言いましたので乗車。その店舗から30分ほど走らせたところにその神社がありまして、神社の名前は伏せさせてもらいますね。その神社に着くと、すでに鳥居のところに神主さんと二人の巫女さんがいらっしゃいました。神主さんたちは私を見たとき困ったように苦笑されて一言。これはこれは、大勢でいらっしゃって。と言いました。二人だけなんだけどな。社長と神主さんが話しながら歩き出しました。巫女さんの一人が、本殿に参りますのでどうぞご一緒に。とおっしゃいました。先頭に社長、神主さん、二番目に私と巫女さん、最後に巫女さん。こういう形で歩いていたのには訳があったそうで、後から聞いた話では最後に私が歩いているとどんどん増えていくとのことでした。最後に神事に使える巫女さんを入れることで余計なものがついてこないとか。本殿に入るとそこではたくさんのお供え物とろうそくがたくさんありました。よく神社で見かける白い、バサー、バサーってするものや鈴とかいろいろ。そのバサーバサーってするやつで頭から背中から埃を払うようにされまして。その間神主様が何かを歌うように、お経じゃないよね多分。途中聞き取れたのは。払いたまえ清めたまえ。あとは何言ってるのかわからなかった。
30分ほどで手をパーンパーンとしておしまいでした。以下神主様との会話です。見たところ本体はおりません。代わりに最初拝見した時には2、30体お連れになっていました。前回、その時も本体とは会えずにいました。おそらくその土地のものなのでしょう。それを見た方たちに、本体の周りにいた余計なものたちが一斉に乗り移った形です。前回の方は残念なことでした。札を必ず肌身につけておくように言ってあったのですが、魔が差したのでしょうな。私はどうしたらいいのですか？特に何かおかしいとか、いや、最初にちょっと怖いものを見ましたけど、それ以降何かあるとかはないのですが。そうでしょうな。今回簡単に払いましたが、さほど特別なことはしていません。お尋ねしますが、今まで生死に関わるような事故やご病気は？ああ、はい、今まで3回死にかけたことがありました。なるほど。今回、このようなことを引き起こした塔の本体ですがね、正直私どもも関わりたくないくらいです。そうそうこのようなものと波長が合ってしまうようなことはないのですが、なんであなたの会社の人たちばかり被害に遭うのかなどです。普通の人間ならばそう、先のお二人のように発狂してしまうでしょうね。感謝してください。あなたが今まで無事なのは相当に強い守護霊があなたについている。たくさんの悪いものを寄せつけても、何事もなかったのは何もできなかったからでしょうね。今日はお札をお渡しします。一晩肌身離さずお持ちいただくよう。寝る時もです。そうそうおかしなことは起こらないでしょうが、明日の朝もう一度ここへ来てください。お札も持ってきてくださいね。ありがとうございました。もし私が前の人のように何らかの形でお札を手元から離してしまった時はどうなりますか？まあ特に何か悪いことが起きるということもないでしょう。多少何らかの不快な何かがあるかもしれませんが、なるべく肌身離さず持っていてください。あと二度とそのお店へは行かないように、その付近に近づくのもやめておいた方がいいでしょう。それはあなたを決して忘れません。あなたの守護霊が相当強い力を持っていても、まともに対峙すれば負けてしまうかもしれない。そう言って神主さんは社長の方をちらっと見ると、社長はうんうんと頷いていました。そうして明日の朝社長が迎えに来てくれるとのことで家まで送っていただき書き込んだ次第です。ちょっとおかしなところがあるかもしれませんが、記憶が曖昧な部分もありますのでご容赦ください。自室にてまとめている際、急に足元からドライアイスの部屋にいるような霊気が近づいてきて、全身鳥肌が立ったんです。そしてまたあのひどい頭痛。こめかみからドクドクと脈打つような頭痛がしましたので、子供たちのいるリビングに避難しました。夫に事情を説明して今夜何かおかしなことがあったらどうにかしてねとお願いしました。明日の朝はお墓に寄ってもらってから神社へ行こうと思っています。ずっと忘れない、そんなものなのでしょうか。今回怖い思いもしましたが、私に守護霊様がついているとはつゆ知らず、ありがたい発見でした。そう言われてみれば、今まで大なり小なり、災難はありましたが、九死に一生を得たのは守護霊様のおかげかもしれません。いやきっとそうに違いない。福知山線での奇跡ですか。今はもう守護霊様のおかげなのかと思うような出来事でした。今の主人とは一緒に福知山線の事故から生き延びて一緒になれたのですし、事故の話をするのは別に嫌ではないのでまた後日お話ししようと思います。明日の朝神社に行ってその後をお知らせしておしまいにします。あの覗き込んできた顔とあの目をうまく文字で伝えられたらいいんですが、顔を横向きにして死んだ魚のような濁った目。では今日は休んで明日に備えようと思います。長々と呼んでくださりありがとうございました。払い串の名称を知らない人がいるのか。神事だとか霊だとかに本当に疎くて、バサーバサーってやつっていうくらいしか知りませんでした。払い串って言うんですね。ありがとうございます。九段の女の子が手に持ってたというリラックマのぬいぐるみは結局どうなったのだろうか。ぬいぐるみもその女の子と消えてしまったなら、ぬいぐるみも霊的なのものの一部ということになるし、そのぬいぐるみが明らかにその店の商品であるなら、在庫から一つなくなっているはずで、それは一体どこに行ってしまったのだろう？もし本当にリラックマのぬいぐるみの実物もろとも消えたのだとすれば、幽霊、または得体の知れない地味猛量に商品を万引きされた、という衝撃的な事実ということになる。呪いだの憑依だのより、そっちが気になる。そうですよねー。確かに気になります。私たちの仕事ではクライアント側と密に連絡を取り合うことがないんです。と言いますのも、店員の中にも窃盗する人間がいるから、たとえ店員であろうと顔バレするべきではないとのことです。
ですので、今回そのぬいぐるみに関して在庫の確認をお願いすることもありませんし、私にはわかりません。もしなくなったとしたら棚卸しの時に、あれ在庫合わねえな、G メン仕事してんのかよ、程度かと思われます。カメラを見た時、いくつかぬいぐるみが並んでいたのですが、床に落ちているとかはなかったですね。神社よりスーパーの所在地が気になる。福知山線がどうのって言ってるから少なくとも関西方面じゃないの？兵庫、大阪、ちょい離れて岡山、そのあたり。それはちょっとご遠慮ください。今は関東ですとしか言えません。20代前半までは神戸在住でしたが、夫の転勤で関東に来ております。怖すぎる。久しぶりに怖い話だった。払い串というのか、大主だと思っていた。ショッピングモールみたいなところなのかな。そういう賑やかなところなのがかえって怖い。払い串というのか、御幣だと思ってた。払い串あるいは大麻、大主。ふさふさしててバサバサ振るお払いの道具。御幣。神前に据えてある大きい石で、雷状に切って折った宝書しか金属板が一対、棒についてるもの。基本的にはお払いには使わないけどローカルルール次第。と神主がマジレスしてみる。G メンの仕事の流れとか描写がリアルなんでネタっぽくはないけど、神社は幽霊とか取り憑かれたとかまず言わないはずなのでそこが謎。神道系の拝みや宗教でも紹介されたんかな。なるほど、一つ勉強になりました。ありがとう。怖い。でもリラック周りをじゃなくて X。わざわざメーカー名出して間違ってるから私もそこが気になった。リラックマがサンリオだと勘違いしてるんだろうけど、職場でコーナー名間違えちゃダメだよね。白昼の勤務中に、こうも突然に魔物と接触するのは衝撃すぎ。自分が買い物するスーパーはいくつかありますが、どこもサンリオ商品は、子供向けの可愛い文具や小物を並べたコーナーの一角で、リラックマもスミッコもスヌーピーもクマモンも同居してます。やはりサンリオの存在感が大きいので、サンリオのコーナーと呼んでも違和感はないです。埼玉から北関東地域。睨んだだけで周囲の浮遊霊を無理やり背負わせる邪視って正直めっちゃヤバいやつなのでは。まだ本体は手つかずなんでしょ。お経じゃなくノリトだよね。霊感ある神主さんって、お寺のお坊さんに霊感ある人は少ないのと同様、そうそういなさそうだから、拝み屋さんという感じがしますね。まあその辺はサジなのでどうでもいいですが、この方の文脈からすると、福知山線の事故、人為的なもののせいだけじゃないってことかしら？この手の話だと、職場の先輩から意味不明なルールを教えられていたものの、軽く考えていてうっかりルールを破ってしまい、大変な目に遭うってパターンが多いけど、それ以前の問題というか、危険な場所、時間、対象の姿が判明していて、過去の霊から社長も霊障を信じているんだから、この時間、この売り場の巡回はなるべく避けるように、くらいの事前注意があってもよかったのでは？と思ってしまう。まあ、万引きが増える時間と場所に重なるから、クライアントの手前、大っぴらにそこを避けるわけにもいかないだろうけど、それでも、もし、これこれこういう格好の女の子を見かけたら、無視してすぐにその場を離れること、とでも言ってあれば、回避できた可能性はあったんじゃないのかな。もし、これこれこういう格好の、とは言うけど見えない人もいるみたいだし、見えたイコール対象を認識した時点で見入られてる状態なんじゃないかと思うよ。つまり、目が合わずとも見えた時点ですでに取り込まれてる。どうあがいても無理ゲー案件じゃないかと。悪用の被害者は、多分警備会社の社員だけではないよね。投稿者は過去の事例があったからこそ会社に守ってもらえたけど、商業施設の従業員やお客さんでロックオンされた人は訳もわからず自殺とかしているのでは？このまま放置していたら犠牲者が増えるだけだから、リニューアルとかでしばらく休業して商業施設にきちんと除霊してもらうべきだよ。でもこれの正体は何なんだろう？やだ、なんだか寒気がしてきた。万引きで捕まったか、濡れ衣ぬかで自丸しちゃった女の子の怨念だとしたら、その警備会社の人だけたたられるのもわかるかも。睨んだだけで周囲の浮遊霊を無理やり背負わせる邪視って正直めっちゃヤバいやつなのでは。まだ本体は手つかずなんでしょ？続きが気になる。この後に書き込みがないとなると。これめっちゃ怖いんだが、この人大丈夫なのか？無事ならいいけど。黒髪ポニーテール、15から6歳、ピンクスカート、白ニット。このガキ専用に、同じ場所、同じ時刻にロリコンを多数配置してほしい。本気ムカつく。8時間労働してる大人を殺しといてこいつ何がしたいの？投稿者ほんと普通に過ごしててほしい。強力な守護霊がついているのに3度も死にかけてるのか。
投稿主はその守護霊の承認欲求のせいでひどい目に遭ってるんじゃないのか。恐ろしい悪霊でもリラックマが好きなんだ。女の子なんだな。強烈な怨霊なら、これを読んだ人のところにもやってくるかもね。目が合わないから大丈夫だよ。レイコと初めて会ったのは合コンの時だった。彼女の第一印象は透き通るような美人。街中で見たら何人かは振り返るような美女だった。合コンの最中も興味なさそうにテンションが低めで、変わる変わるアタックしていく僕の友達らも撃沈。お高く止まっているような感じで、とてもじゃないが中の下の顔面の俺にはどうにもできるはずもなかった。だから彼女が俺の携帯の待ち受けを見て。あ、犬飼っているんですか？と聞いてきた時はとてもびっくりした。俺以外の合コンメンバーの全員もびっくりしていた。なんせこの合コンで彼女が初めてまともに発したのがその言葉だったからだ。その後トイレに行った際に電話番号を聞かれた時はもっと驚いた。正直アウェイか宗教の勧誘をされるんだろうなと思っていたぐらいだ。後日彼女から食事の誘いを受けた。恐る恐る食事に行くとそこには前回とは打って変わって、笑顔の彼女がいて、勧誘どころかとても夢のような時間を過ごした。実は私あの合コン、人数合わせで無理やり呼ばれちゃっただけで、全然乗り気じゃなかったんだ。ああいう場所に来るような人はあんまり好きになれなくて。彼女は饒舌にそう語った。実は俺も人数合わせだったんだ。どう見てもああいう場にそぐわないでしょ。これは別に彼女に合わせたわけでなく事実だった。イケメンの友達の引き立て役として、たまたま予定がなかった俺が選ばれただけだった。ふっ、そうだと思った。え？ああ、変な意味じゃないの。あなたはああいう場所に似つかわしくない誠実そうな人だと思ったの。なんだかわからないが、僕のことを気に入ってくれてるようだった。それから二人で飲みながらいろいろなことを話した。彼女は幼い頃両親を亡くし施設育ちだったということ。大学を奨学金で卒業してアパレル関係の仕事をしていること。早く自分の家庭を持ちたいということ。合コンの時とは打って変わって笑顔で楽しそうに会話していた。また、誘ってもいいかな？帰り際に彼女は僕に聞いてきた。もちろん。あまりに舞い上がってしまい、食い気味に返事した僕を見て彼女は嬉しそうに微笑んだ。それから何度かデートを重ね、僕たちは付き合うことになった。僕は有頂天だった。こんなことが僕の人生にあっていいのか。こんな美女と付き合える奇跡が起こるなんて。彼女は完璧な女性だった。会話が上手で話が面白く料理もうまく仕事もできた。周りもなんで俺なんかと付き合っているんだろう？と思っていたことだろう。あなたは私だけを愛してくれるから。なんで僕なんかと付き合ってくれるの？と聞くたびに彼女はそう答えた。告白した時もそうだった。私だけを愛してくれる？それなら付き合う。他の人が聞いたらどう思うかわからないが、僕にとっては最高の条件だった。こんな最高な彼女以外を愛するわけがなかった。そして付き合って1年が過ぎた頃、僕は彼女にプロポーズをした。その時も彼女は、私だけを愛してくれるなら結婚すると言った。もちろんと言い、僕たちは家族になった。彼女との結婚生活はまさにバラ色でとても充実した日々だったし、彼女と結婚してすぐ僕の両親が事故死した時も、彼女は献身的に落ち込む僕を励ましてくれたり、彼女にはとても支えられていた。あの日までは、一週間前僕の弟が亡くなった。バイクの事故だった。最後の肉親の弟が死んでしまい、僕は打ちのめされていた。翌日は通夜だったが飲まずにはいられなかった。潰れる一歩手前まで飲んだ僕はスーツ姿で今で眠りに落ちてしまったようだった。どれくらい時間が経った頃だろうか、何かの気配を感じ僕はうっすら目を覚ました。暗闇の中僕が目を凝らすと、僕から2、3メートル離れたところで、誰かがブツブツつぶやきながらうろうろしていた。うん？一体誰だ？酔っ払って朦朧とする意識の中、目と耳を凝らして集中すると。だから私言ったよね？だから私言ったよね？と聞き慣れた女性の声が聞こえてきた。それは妻、レイコの声だった。私以外に愛する人いたじゃない。だから私言ったよね？これでやっと二人きりになれる。え？何を言っているんだ？もういないよね愛している人？
一人でブツブツつぶやきながら、相変わらず僕の2、3メートル先をうろうろしている。その時妻の手元で何かがキラリと光った。包丁だった。し。思わず口から声が漏れると、ピタッと彼女の動きが止まって静寂が訪れた。僕は反射的に目を閉じ眠ったふりを続けた。彼女が近づいてくる音が聞こえて顔の前で気配を感じ、目をつぶっていても、彼女が僕の顔を覗き込んでいる映像が容易に想像できた。だから私言ったよね。今まで聞いたこともないような、おぞましく低い声が自分の顔面の前から聞こえてきた。全身に冷や汗をかきながら僕は寝たふりを続けた。どれくらい時間が経ったんだろう。すでに日が昇って朝になっていた。あなた大丈夫？起こしても起きないからそのままにしちゃったわよ。早くご飯食べて。台所からいつものように妻が食器を洗いながら僕に話しかけてきた。あれから1週間、あれは夢だったのか。あれ以降妻の料理から味がしなくなった。昔のことなので曖昧なとこも多いけど、どうかこんなことを自分で言うのは何なのだが、私は小さい頃結構可愛かった。今はどうかってのは、魔女だということでお察しください。でも、小さい時の写真を見れば、髪も肩でまっすぐに切り揃えてたから、着物着たらマジ一末人形が、そのせいで怖い目に遭ったことがある。先に言っとくと、変なおっさんに追いかけられたとかじゃない。時期は7歳の時、場所は祖父母の家。七五三に行く少し前で、七五三のお参りに着ていく着物を祖母に着せてもらう練習かなんかだったと思う。ともかく本番前に一度着物を着せてもらったんだ。私は綺麗な着物を着せてもらって嬉しくてしょうがなかった。それを見た母は、絶対に汚さないという約束で、家に帰るギリギリまで着物を着てていいよ。と言ってくれて、私は着物姿のままで、祖父母の家をパタパタ歩き回っていた。祖父母の家はいわゆる旧家というやつで、家の奥には今はもう物置になっているような部屋がいくつかあった。私はそこに入り込んで、薄暗い中、古い道具の入った箱の中を見るのが大好きだった。それでいつものように奥の部屋に入り込んで、古い道具や何かを見ていると、不意にすぐ後ろに誰かが来て、楽しいか？と声をかけてきた。若い男性の声だったから上のいとこかなと思って、うん、と振り向きもせず遊びながら返事。すると、かわいいね。お人形がおべべ着て遊んでいる。もっと古風な言い回しだったような気がするけど、そんなことを言った。振り向こうとすると、ダメだ。という、目の端に青っぽい模様の入った袴が見えたので、お兄ちゃんも着物着たの？と聞くと、いつも着物だよ。私ね、今日はお正月じゃないのに着物着せてもらったんだよ。と、しばらくの間、その後ろの人を相手に、着物がいかに嬉しいかを話していた。なぜだか後ろは向けなかった。すると、じっとそれを後ろで聞いていたその人は、着物がそんなに嬉しいの？じゃあ、ずっと着物でいられるようにしてあげようか。この部屋で、ずっと着物で遊んでおいでよ。お兄さんも一緒だよ。ほんと、遊んでくれるの？やった、と嬉しそうな私に、後ろの人は続けて言った。じゃあ、ずっとここで一緒に遊ぼうね。約束だよ。でも、私、お外でも遊びたいよ。木登りとか虫捕りもしたいよ。ダメだよ。お人形がそんなことをしてはいけない。やだよ、お外で遊ぶもん。友達とも遊ぶもん。ダメだよ。外に出てはいけないよ。こんな感じの問答をずっと繰り返していると、後ろの人はすっと私の後ろにしゃがみ込んだ。そして私の髪に触って、静かな口調で言った。かわいいねえ、かわいい。いい子だから言うことを聞きなさい。ここでやっとおバカな私は、この着物のお兄さんがいとこではないことに気がついた。手元の古い道具ばかり見ていて気づかなかったけども、いつの間にか部屋は暗くなっていて、うっすら白いもやまで立ち込めていた。かわいいお人形だ、かわいい、かわいい。優しい手つきで髪を触っているけれど、背中が宗家だった。かわいい、かわいい、一間かな、かぶろかな、かわいい、かわいい、かわいい。少し怖くなった私は頑張って言った。私、人形じゃないよ。かわいい、かわいい、かわいい。この着物は七五三で着せてもらったんだよ。手がピタリと止まった。七五三？うん、着せてもらったの。もう7つ？
ここで私は、嘘でも7つと答えなければいけないような気がした。実際にはまだ6つで、七五三には次の週かなんかに行く予定だったんだけども、嘘でも7つと答えなければいけないような気がした。だから答えた。7つだよ。すると後ろの人はすっと立ち上がり、今度は頭を撫でて。かわいいね。でも、もうお帰り。その途端、部屋がふっと明るくなった。慌てて後ろを振り向いたが誰もいない。変なの、と思ったが、その後は特に気にせずそのまま遊んでいた。でも夕方だったのですぐに母親に呼ばれて、部屋からは出た。それでその時は洋服に着替えさせられて家に帰った。親には一応話したけど、遊んでるんだろうと思って本気にはされなかった。それで、次の週かその次の次だったかもしれんが、七五三に行った。神社の帰りに祖母の家に寄ったけども、奥に行く気にはならなかった。もしあの時、ここにいる、6つだ、と答えていたら、一体どうなってたんだろう。可愛いからというより、気に入られたのかもしれないけど、それ以来可愛いという言葉には自然と身構えるようになってしまった。後ろに立ってた人については未だに何もわからない。以前本庫忘れ77で、七五三の前に祖父母の家の奥の間で、青い袴の人に連れて行かれかけたという話を投稿したものです。覚えておいででしょうか。後日談が出てきてしまったので話させてください。うまくまとめられなかったので少し長いです。あの話を投稿した後、青い袴の人の正体が気になって、改めて両親や親戚に心当たりがないか尋ねてみました。すると上のいとこ、私が最初青い袴の人と間違えた人です、が、今だから話せるんだけど、と話してくれました。いとこは、幼い頃の私が奥の間で遊ぶのを、あまりよく思っていなかったそうです。当時、祖父母と同居していたいとこは、誰もいないはずの奥の間から気配がしたり、かすかにことか何かを弾いているような音が聞こえることがあって、合奏ではなく、一人で弾いているような感じだったそうです。あの部屋には何かいるのでは、と疑っていました。特に弦の音が聞こえるのは、私が遊びに来ている時やその日の夜が多く、当時のいとこは、私が何か関係しているのではないかと思って、様子を伺ったりしていたそうです。七五三を過ぎて私が奥の間で遊ばなくなると、奥の間の気配も徐々に静かになって、いとこはしばらくそのことは忘れていました。ところが何年か経って、再び奥の間から琴の音が聞こえるようになりました。家族にそんなものは聞こえないと言われ、いとこは意地になって奥の間に何かないか探したそうです。しかし琴など見つからず、あったのはいとこ曰く。親父の昔のエレキだけ。他に怪談や因縁話もなく、いとこはお手上げ状態になりました。ただ後で聞いてみると、琴の音は知っている人がいました。お正月と雨の日によく聞こえたそうです。しかし、音が復活して何年か経ったある年のこと、おばが奥の間のタンスから一枚の着物を出しました。私が成人式で着るための振袖です。振袖を風に当てるため、いとこはおばの手伝いをしていました。えもんがけに振袖を広げ、おばが他の用で部屋を出て行き、奥の間にいとこ一人になった時。なんとはなしに振袖を眺めていると、後ろに確かに人の気配が立って、男性の声がつぶやくように言ったそうです。さきてちりにし花ならましよ。と。驚いたけれど不思議と怖くはなかったそうです。それよりも、なぜか無性に泣きたくなって困ったと言っていました。私は成人式の日、祖父母の家に挨拶に行きましたが、いとこにはその日の夜、ずっと奥の間から琴の音が聞こえていたそうです。そしてその日以来、音は一切聞こえなくなりました。今はもう祖父母の家は取り壊されており、あの奥の間もなくなったことから、もう話しても大丈夫だろうと思って話してくれたそうです。あの青い袴の人が何を言っていたのか。後で調べてやれ。といとこに言われてググりましたが、正直、複雑な気分になりました。正しくは、咲きてちりにし花ならましよ、だそうで、自分の実がすぐに咲いて散ってしまう花だったらいいのに、という意味だそうです。奥の間で一人で寂しかったのかと思えば、かわいそうな気もします。でも、不用意に親しくすれば、7歳以降でも連れて行かれていたのかもしれないし、無事だった今だからそう思えるのかもしれません。あのおかげで今でも人形がトラウマですから。ただ、気になることが一つ。いとこはことなどなかったと言っているのですが、私の記憶ではことはちゃんとありました。祖父母の家を壊すことが決まった時に、私は祖母のことをもらっているのです。
奥の間の壁にずっと立てかけてあったものです。あんなに大きなものをいとこが見落とすとは思えません。今、我が家で琴の音が聞こえることはもちろんありませんし、私のもらったことが、あの青い袴の人が弾いていたものかもわかりません。結局、あの人が何者だったのかはわかりませんでしたが、もう会うこともないと思います。私は相変わらず魔女のままです。長々と失礼しました。さきてちりにし花ならましよ。と。万葉集だな。長きよう、君に恋しつつ、池らずは、さきてちりにし、花ならましよ。長い長い秋の夜を君を恋つつ生きるよりも、咲いてすぐ散ってしまう萩の花であった方がよかった。切ないけど、この話好きだな。どんな思いで琴を弾いてたんだろう。投稿者には一切聞こえなかったのか？魔女なのはその袴の兄ちゃんが邪魔してるからとか。大人になったから見えなくなったけど、片身のことと一緒に、青袴の人は柿主と一緒にいるんじゃないかな。怖いだけでなく、美しい余韻を感じる話だね。この、短い命の花ならよかったのに、って自分のことじゃなく投稿者のことのような気がして怖い。7歳未満で散らされるより生き延びてよかったよ。小さい頃に見染めて7歳までに連れて行けずに諦めるのに13年かかったのか。柿主が7歳まで青袴氏を知らずに奥の部屋で遊んでた頃が一番ほんのりだったんじゃね？でもこの歌は自分目線の歌なんでしょ？そのお兄さんが白で再生された。七五三が過ぎて数年で琴の音が復活、成人式済んだら琴の音が止むって、明らかに年頃になったから気になって再び出てきたけど、大人になっちゃったからいとこさんに伝言して身を引きましたって思える。水管っぽいのを着ていたってことは、平安時代の人なのか。いろいろと想像できて好きだわ、この話。平安の昔なら、引き目かぎ花で藤美隊の下ぶくれが美人とされてたから魔女でも仕方ない。そんな平安の頃の人間は、可愛いなんて言葉使わないから。昔は可哀想って言葉が可愛いって意味だったんだから。可愛いが可哀想の意味でも話が通る。お前は結婚できない運命だから、死ぬまで一人でいるよりずっとここで楽しく暮らさないか？古い時代の人からすれば、結婚できない女はものすごく可哀想だろうしな。長き夜を君に恋つつ池らすは、お言わなかったとこが帰ってきそう。この女の子以外には伝える気はないって感じがして、魔女さんも上の句を当然知ってるんだろうな。とりあえず投稿主は山口さよ子みたいな、古き良き日本人がOKの美人だと脳内変換した。いとこと主が、百鬼夜行賞の律と司で再生された。お正月と雨の日と成人の日に琴が鳴っていたのは、奥の間で主を呼んでいたんだろうね。雨の日は木登りや虫取りができないから。しかし6歳までに何度も奥の間に入ってたのに、声をかけられなかったのは、洋服姿が気に入らなかった？女の子が琴の音を聞いてきてくれないかと思ってたんかな。それとも来ない時の青袴さんの心の慰め的な？少女漫画にすれば良さげな話だのう。歌の意味考えれば考えるほど切ない。どっかが漫画家かアニメかドラマ化してくれたらすごく見たい。つい一週間前の話。少し前から俺は出会い系アプリにハマっていて、いろんな女の子と遊んだり飲んだり、うまくいった時はホテルへなんてことを繰り返していた。A 子と会うことになったのもそんな時だった。A 子の第一印象はかなりの美人。はっきり言ってドストライクの女の子だった。会話も盛り上がり、初めて会ったとは思えないくらい楽しめたし、途中からは彼女になってくれたらいいな、なんて思い始めたくらいだ。時間を忘れて楽しんでいると、だいぶ時間が経っていたようで、そろそろ終電を気にし始めた頃だった。正直このまま一緒に朝まで、なんてことを考えないわけではなかったが、なんとしてもこのことは今後も長い付き合いをしたいと考えていたため、紳士を装い。そろそろ終電だねー、駅まで送ろうか？なんて言葉を彼女に投げかけた。すると。もう少し飲みたいな。私の家この企画だから飲み直さない？と世の男たちが女の子との飲み会で一番欲しいであろう回答が返ってきた。え？いいのこんな時間から？有頂天の俺はなるべく平静を装い言った。全然大丈夫。私一人暮らしだし。100点満点の回答だった。ここまで来たら善は急げだ。
早々に会計を済ませ俺たちは店を後にして、コンビニで酒やつまみを買ってタクシーで彼女の家に向かった。もちろんコンドームは常時カバンに入れてあったので問題なしだ。彼女のマンションはわりかし今時のおしゃれな作りのもので、いいとこ住んでるなぁとのんきに思っていた。彼女の部屋に入るまでは。彼女の部屋はいわゆる片付けられない人の部屋。その中でもかなりひどい部類だった。玄関には靴やら傘やらが重ねてあり、部屋の中もコンビニ弁当の空箱や、ペットボトルのゴミだらけ。さらにその下にはカバンやら服やらが敷き詰められるように散乱していた。彼女は別段気にする様子もなく、ガーッと手でゴミを分けて場所を作るとそこに、コンビニで買ってきた袋を置き。さっ飲もうか?と俺に言ってきた。俺も内心引きつつも、酔っ払っていたこともありとりあえず飲み始めることに。やはり会話は楽しくとても盛り上がるのだが、時折強い香水の匂いに混じってくる据えた匂いを感じるたびに、なんでこんな普通で可愛いこの部屋がこんなに汚いんだろうと思っていた。一、二時間くらいすると俺も彼女も相当酔っ払い、どっちからともなくそういう雰囲気になり、ゴミの中だったが性欲には逆らえずにその場でことに及んでしまった。場所は問題だったが、こんな可愛いことその日のうちにここまでの関係になれて、彼女になれるのかななんて考えていた。あの最中も彼女は積極的で、体の相性も抜群だし正直最高だったので、ぜひとも長い付き合いをしたいと考えていた。しかしそこからだ、急に彼女の態度が変わっていった。それまで普通に話していたのに後ろを向いてピコピコ携帯をいじり出し、全く俺に話しかけてこなくなった。どうかしたの?と話しかけても。別に。と一言だけ。さっきまであんなにラブラブで盛り上がっていた彼女はどこに?というくらいの素っ気なさだ。急に居心地の悪さを感じた俺は、シャワー借りてもいいかな?と問いかけた。すると彼女は、シャワー壊れてるから。と言ったきりまたしても黙り込んでしまった。内心、風呂どうしてんだよと思いながら。そっか、したらトイレ借りるね。と言い、彼女が無言でうなずくのを確認した後トイレに向かった。彼女の家のトイレはバスタブと繋がってるユニットバスタイプだったんだが、ここもまたひどい荒れようで、かろうじて小便ができる程度のスペース以外は、得体の知れないゴミなどが散乱していてひどい匂いが漂っていた。バスタブの中にまでゴミで埋まっていて、小屋壊れているわけじゃなくてゴミで使えないだけだろ、と心の中で毒づいた。小便をしながらこの後どうしようかなぁと考えていた時だった。視界の端に違和感を感じた。違和感というかあってはないものがあるように見えた。ちょうどバスタブと床の接地面のところに、小さい手のようなものがゴミの隙間から飛び出しているように見えたのだ。え?かがんで近くで見ると、それはかなり小さく黒茶色でカピカピに乾燥していた。目を凝らして見てみると確かに爪のようなものがあった。ひ。それ以上それを見る勇気はなかった。俺は彼女に、ごめん、用事ができた。とだけ言って逃げ出すように部屋を飛び出た。彼女は特に何の反応も示すこともなく、こちらに見向きもせず携帯をいじっていた。さすがにもう彼女に連絡する気はもう起きなかったが、その日から毎日悪夢を見るようになった。黒い泥水のようなものが入ったお風呂の中から、赤ちゃんの声が聞こえてきて、どんどん声が大きくなり、声の大きさがピークに達したところで目が覚めるのだ。俺の考えすぎなのか。もう同じ夢を一週間見続けている。正直オチもないんだがお払いやなんかのつてもないし、さすがに精神的に参ってきた。なあ、あれは赤ちゃんじゃないよな?四つ年上の姉の話である。人には見えないものを見て、日常と非日常の混ざった不思議な世界に身を浸した、それでも快活な姉の話だ。姉の知る異界を、俺は共にある時だけ共有することができた。不可思議でおぞましく、けれどどこか心惹かれる、恐ろしいけれど尊いこともあった、理解しがたい数々の世界を。怪談や都市伝説、オカルトにはブームがあるような気がするが、当時小学生だった俺と姉の世代にもそういう時期があった。学校で起きてしまう様々な説明のつかない事故。怪我人が出ても止まらない当時の同じ学校の児童は、好きなものにハマって熱狂するというよりは、狂乱していたといった方が伝わる気がする。階段のないはずの小学校にいつの間にか生まれ、増えていき、最終的に七不思議として完成したあれら。それで被害が出ても、喜ぶ児童たち。あれは明らかに異常な状態だったと、俺は今でも思う。
今日はその中から一つ、13階段の呪いについて話させてほしい。俺と姉が引っ越して通っていた学校は本当に田舎にあった。四方を山に囲まれ、少し視線を向ければ田んぼの棚田が綺麗な段々を描いている。森の中の山道は格好の遊び場で、カブトムシやクワガタを取って競ったり、友達とクワの実を食べ合ったり、なんかよくわからないトゲっぽい実を投げ合って、服にひっついて取れない実と悪戦苦闘したり。何もかも子供心に新鮮で、楽しい日々だった。学校の階段が児童たちの間で流行り出したのは、図書室に入った、学校の怖い話シリーズが最初だったと思う。普段図書室なんか使わず、サッカーやバスケットボールで遊ぶ男子たちまで、集まってはみんなで読み回し、お化けがいるだのいないだと、デタラメと言いつつ女子を階段ネタでさらに怖がらせたり、何のことはない、よくある日常のはずだった。最初は、書き忘れていたが、俺の姉の特徴のようなものを今まで書いてなかった気がするので、ついでに書いておこうと思う。一言で言えばものすごい本好きだ。しかも読むのがめちゃくちゃ早く、どの本のどこに何の話があったかまで覚えてられるような、妙な特技を持っている。これは単純に小さい時からの話で、絵本から始まって文庫にいたり、俺だったらすぐに閉じて読むことを拒否するような、分厚い二段組の小さい文字で書かれた辞書に似た類の本まで、活字とあれば楽しんでいたような人だ。小学校の時の自分の愛読書はこれまた字の細かい二段組の世界の童話、それからかなり大判で重い日本の昔話だった。日本の昔話は不思議な話、楽しい話、少し怖い話、笑い話の4項目に分かれていて、読まれすぎたその本はある日無残にも真ん中から割れたという逸話がある。本を割るほどに読み込んだ姉はめちゃめちゃへこんでいた。もう一つは探求心がものすごく旺盛だということ。夏休みの課題で誰もが嫌がる自由研究を危機として、引っ越した先の郷土研究としてまとめて提出したり、本から覚えた知識で実際に草木染めを作ってみたり。調べること、実践すること、探求することに並外れていた。あと、着眼点も変だった。俺にとっては、両親が共働きだったから、姉が物心つく頃育ててくれたのは祖父母ということになる。ソフトキャッチボールをしたり、祖母と庭の手入れをしたり、それが父と母でないというだけで、おおむね普通の生活をしていた。ただ、祖父母が相手だから昔の話を聞く機会は多かったのかもしれない。俺は小学校の頃は大体友達と遊んでいたぐらいの記憶しかない。要は楽しい記憶が多いということで、それは俺にとっては幸せなことだった。脱線はこれぐらいで、肝心の七不思議、13階段の呪いについて話そう。何度か書いてきたが、姉の話によると俺たち指定が通う学校に、元は階段なんて存在しなかったそうだ。もちろん七不思議も。それが姉が小学校に転校してすぐにオカルトブームに行き当たり、その流行とともに生まれて、通っているうちに七不思議は増えていき、実際に被害が出て、七不思議として完成してしまった。なかったことが、それこそ何十年も前からあるようにみんなが話すようになった。築何年か不明の木造校舎は雰囲気たっぷりで、児童が階段を期待するには十分すぎるほどの場所だった。しかも元は墓地で、そこを潰して建てられている。流行に乗った誰もが、恐れながら期待しながら、怖い出来事を待っていた。七不思議、13階段の呪いとはこんな話だ。放課後、誰もいない時に一人で行わなければいけない。誰もいないことを確認したら、踊り場に立ち、まずはそこから2階へ向かって階段の数を数えながら登る。この間、決して言葉を発してはならない。頭の中で階段の数を数える。2階に着いたら、今度は踊り場を目指して同じように階段の数を数えながら降りる。登った時と降りた時で階段の数が違わなかったら成功。願い事が叶う。もし、上りと下りで数が違い、一段増えて13階段になっていたら、あなたは呪われる。単純といえば単純。呪いと言いながら、要は願い事を叶える儀式なのだ。いかにも子供らしいというか。だが姉はこの間、オカルトへの熱狂を眺めている時、終始不機嫌そうだった。だいたい笑顔の姉には珍しく、しかめ面の日々が多かった。それもうぶすなの沼を訪れる前の話だが、沼に行った以降、姉は元の快活さを取り戻した。あの時は不機嫌だったのではなく、もしかすると原因を考察していたのかもしれない。話は子供が考え出した、稚拙な願い事を叶えるための儀式では終わらない。七不思議、13階段の呪いは正しく機能した。あなたは呪われる。つまり、犠牲者が出たのだ。
とある日学校に着くと、なんだか空気がざわついていた。ひそひそと陰で集まって何事が話しているグループがあちらこちらに。意味がわからず下駄箱で靴を履き替えて教室に向かおうとすると、階段付近が大騒ぎになっていた。渡り廊下で泣いている女子もいる。すぐに先生たちの大きな声が聞こえてきた。近づくんじゃない。おとなしくして。みんなは1年生の教室か図書室、階段の近くが嫌な子は体育館にいなさい。危ないことはしちゃダメですからね。姉が踊り場を睨むように見据えていた。そこには、腕の関節が妙な方に曲がり、片足が完全に折れて泣きわめいている一人の女子の姿があった。姉の一つ年下の学年の、学校のごく近所に住む Y ちゃんだった。細めの体格で髪を長く伸ばし、優しい美少女お姉さん風の女子だ。男の先生は痛がって名を暴れようとする女子生徒を抑え、できる限りの応急処置をしていた。痛い痛い痛い。助けて、助けて離して。抑え込む男の先生は汗だくだった。どれぐらい前から、この状態が続いているのだろう。Y ちゃんは長い髪を振り乱し、一部は汗で張り付かせ、普段の優しげな顔からは想像できないような険しい形相で。離せー。一声叫ぶと目をぐわっとかっぴらき、口の端に泡をしたたらせ濁ったような声で、女子が押さえつける先生の腕に思い切り噛みついた。直後救急車が到着し、担架に乗せられ女子は暴れないように固定されて、搬送された。昼休みは当然大騒ぎになり、噂を口々に言う児童と、否定して回る先生たちとで異様な状態だった。午後の授業もみんな上の空。後日、校長先生から保護者も集めての事故に関してのお詫びと、より安全に配慮するという挨拶が行われたが、児童の中で納得している者は多分誰もいなかった。これが初めの年の出来事。Y ちゃんは呪われたんだという者がいたり、呪いなんてあるわけないという者がいたり、Y ちゃんが退院して帰ってくるまで、好き勝手に噂は続いた。けれど Y ちゃんが無事に戻ってくると、そんな噂も断ち消え、元の学校生活が戻ってきた。Y ちゃんの家は石屋と呼ばれている。田舎だから野望で呼ぶ風習が残っているのだ。内里屋と呼ばれるように。石屋とは文字通り庭石を扱ったりなんだりする仕事だが、その仕事のほとんどは墓石を作り、設置するもので田舎では特に重宝されていた。翌年も Y ちゃんは階段から落ちて骨折した。一人で発見されて、半狂乱の姿を見せて、入院から帰ってくるとケロリとして松葉杖をついている。他の誰も落ちない階段で、Y ちゃんはその翌年も落ちた。他の誰もがどれほど試したかわからない願いを叶えるおまじない。効果がなくて、ただ上りと下りで数が合うだの合わないだのの、ただの肝試しとなり果てた13階段の呪いで、たった一人、ただ一人、Y ちゃんだけが3年間連続して落ちて骨折した。みんなもう、ただの連続とは思わなかった。本当に呪われたのだと、そんな空気が言葉にせずとも流れていた。もともと肌の白い Y ちゃんはなんとなく遠巻きにされるようになったせいか、ますます青白くなり、目に見えて落ち込んでいた。あ、遠間くん。ある日校庭に俺の姿を見つけた Y ちゃんが近寄ってきて、力なくひらひらと手を振った。遠間くん、私何かしたかな。校庭に一定間隔で半分だけ埋められたタイヤ群、通称、連続飛び箱と呼ばれている遊具を腰掛け代わりに座り、俺は Y ちゃんと少し話をした。骨折して運が悪かったなぁとは思ってたけど、まさか続くとは思ってなかった。なんかみんなよそよそしいし、最初は不注意だって怒ってたお父さんたちは、この間町に連れて行って、いきなりお払いしてもらえってわけわかんないことされるし。お払い？そう、意味わかんないよね。わかんないって、Y ちゃんの13階段のことなんとかしようとしたんじゃないの？何それ？だから七不思議の。ストップストップ。俺が七不思議について話そうとした途端、Y ちゃんは耳を塞いで大声で俺を制止した。そしてそろーっと目を開け、耳から手を離すと。それ怖い話？怖い話だよね？七不思議ってそうだよね？ごめん、無理。私怖い話とか聞くのもテレビとかで見るのも絶対無理なの。怖いの苦手で、苦手っていうか嫌いで。え？俺は Y ちゃんの話に逆に驚いてポカンとしてしまった。Y ちゃん、願い事が叶うおまじないとかやったことない？ないない。だって、聞かないもん。好きな人と両思いになるのに消しゴムに名前書いて、誰にも知られないように使い切るとかでしょ？そんなことしても両思いにはならないと思う。それより、自分が好かれるようなことした方がいいって、
相手の好みを知るとか、一緒に遊んでみるとか。話して分かったことは、Y ちゃんが怖い話関係は一切関わらないようにしていること。だから学校の七不思議も当然知らないだろうこと。つまり、13階段の呪いを実行したとは思えないこと。俺は自分なりに Y ちゃんから聞いた話を姉に伝えてみた。すると姉は、道理で、と一言つぶやいて、その日はそれっきりになってしまった。次の日の夕方だ。姉は俺に用事があるから先に帰れと言ってきた。高学年になった姉は児童会に所属していたから、いろいろと忙しかったのも事実だった。俺は俺でうぶすなの剣が気になったし、先に帰ることにした。だからここから先は、姉があの時一体何をしたのかを聞き出してわかったことだ。俺が帰宅で学校を出たのを確認し、姉は13階段の呪いを実行したのだそうだ。ただし、素直には実行しなかった。階段の数も数えなかった。踊り場で手を叩き、小さな声で歌いながら、それを始めたそうだ。お兄さんこちら、手のなる方へ。お兄さんこちら、手のなる方へ。二度歌って、登り始める。手は叩いたまま、同様花一問目の言葉を変えて。買って嬉しい骨折れ花を、集えたの式13階段。あの子が欲しい、あの子じゃわからん。この子が欲しい、この子じゃわからん。集まれ、階段のまじないを。二階までたどり着いたら、今度は下りで同じことを。集まれ、階段の呪いを。くるりと振り向いたそこには、数人の児童が音もなく立っていた。感情のない、人形のような眼差しがいくつも並ぶ。お前たちのやったことは他愛ない子供の遊びかもしれないが、被害が出たのにやめなかったお前たちは今や鬼の子だ。人を呪わば穴二つ。人の子の嫉妬、鬼の子の呪い、等しく帰れ。合よ帰れ。柏手を高く二度打ち鳴らす。この場所に階段は存在しない。嫉妬と盲信でできた七不思議、13階段のおまじない、宿り子はもうない。お前もなかったのだから泣き者へ帰れ。踊り場を打ち鳴らすようにダンと踏み、さらに柏手を一泊。途端、ぐたりと力を失い、踊り場に集まった児童は姉の足元へと倒れ伏した。俺が見つけたのは、ちょうど払いが終わった瞬間だったらしい。秘密だよ。口元に人差し指を当て、にやりと猫のように言うんだ姉。その後は保健室へ行き、階段の踊り場で何人か倒れてましたよ。とイケシャーシャーと報告し、慌てて見に行った保健医が職員室へ駆け込み、一時は騒然となった。姉は当然事情を聞かれたが、さあ、見つけただけなので何もわかりません。と平然と真実に蓋をしていた。いや、この場合臭いものに蓋、だろうか。踊り場にいた児童は自分たちがどういう状態かわからず、しかしきつく叱られるうちに七不思議、13階段の呪いをやったことを全員が自白したらしい。目的は美人でモテる Y ちゃんが妬ましかったから、少し不幸な目に遭えばいいと思った、だろ。男子から人気があるのも考えものだ。嫉妬で複数の人間から同じ願いをかけられるとは。13階段の呪いの話と違う。数が違わなかったから成功したってこと？だから願いが叶ったって？あなたは呪われるってのから無事逃げれたってこと？違う。どうでもいいんだ、そんなことは。そもそも七不思議、13階段の呪いってやつが、子供が考えたらしく、定義というか、要はおまじないとしてのやり方が大雑把すぎて、悪いものが好き勝手し放題にできるつけ込みやすい雑な作りだった。上りと下りではどこから数えるかで段数が変わるんだ。ここであなたは呪われるは確定。次に、そもそも悪い願いをされたのなら悪いことを起こして、さらに信憑性を増すことで力を蓄えるのが悪いものの欲ある性質。悪い願いは叶うし、必ず呪われるんだ。Y ちゃんの火曜が死に近いから、余計に悪いものはつけ込みやすかったのかもな。俺は精一杯食い下がる。呪いとおまじないは違うと思う。そこで姉は、あのにやりとした笑みを浮かべ事象を指し示した。呪う。一、呪う。呪い。神や仏に祈り他人に不幸をもたらす。二、まじなう。まじない。13階段の呪い、13階段のおまじない。人が知識として知っているか、知らないかは問題じゃないんだな。知られてなくとも、効果はある。怖いものが嫌いな Y ちゃん本人がやるわけはないから不可思議だったが、これで Y ちゃんにはもう同じ不幸は起こらない。ゾッとして俺は乱暴に事象を閉じた。七不思議、13階段の呪いは死んだ。今回はいい勉強になったよ。夜空に瞬く星々を眺め、ぽつりと姉がつぶやいた。
これは私が小学校の低学年の時、住んでいた名古屋での体験です。9月、まだ暑い、土砂降りの雨の日でした。その日は、近所に住む同学年の友達2人と、私を含めて3人のグループで下校することになりました。空はベタッと塗ったような灰色で、とても薄暗かったのを覚えています。台風などで大雨が降ったり強風が吹くと、非日常感に心がワクワクして、キャッキャッと騒いだりふざけ合いながら下校の道を帰りました。私が住んでいた地域は名古屋でも比較的都市部でしたが、坂が多く、小学校のある場所から家の方へ向かって、緩やかにいくつかの坂を上がりつつ帰っていくルートでした。土砂降りの雨で坂のある地域ですから、道の脇を通る側溝や排水溝は大量の水が凄まじい勢いで流れていて、小学生の私たちにとって、いつも見ている風景が一変している様子はとても面白かったのをよく覚えています。とはいえ側溝には蓋がしてありますので、たまにある金属の網になっている場所を見つけるたびに、友達と木の枝を突っ込んでみたり、落ち葉を流して観察して遊んでいました。そんな調子でちょっとした冒険気分で楽しく帰っていると、側溝の蓋が外れて中が見える場所を発見しました。初めて覗き見る溝の内部は予想を超える水の量と勢いで、うおーすげーなどと興奮して石を投げ入れてみると、あっという間に流されていくのが楽しく、しばらくそこで遊んでいました。すると誰かが、傘入れてみようよ。と言いました。石や落ち葉を流すのに飽き始めていた私たちは、すぐにその提案に乗っかりました。友人のうち、大きな雨がっぱを着ていた友達が、俺やるー。と傘を閉じて溝に傘を突っ込みました。すると、かなりの水流だったのもあり傘が流れに持っていかれそうになり、さらに、畳んだ傘の内側に水が入り込んで、それでも傘を離せなかった友達は、溝の方に向かって転びそうになりました。その時、後ろから、おい、ちょっと君たち。と大人の怒鳴り声が聞こえて振り返ると、教頭先生がこちらに走ってきているのが見えました。その声に驚いたのか友達が傘を離すと、傘は一瞬で流され、溝の方から傘の骨が折れるパキパキバキバキという音が聞こえてきました。駆けつけた教頭先生の表情はとても怖くて、危ないから早く帰りなさい、こんなところで遊んじゃダメだ危ない。と怒られました。普段あまり接することのない教頭先生に叱られたことで、私たちは蜘蛛の子を散らすようにして、すぐに帰りました。家に帰り、母親に興奮気味に会ったことを話していると、母親の表情がぐっと曇り、あんた、それどのあたりで?と聞かれました。坂の下のとこ、溝の蓋が開いてて、と答えると、母親はとても嫌そうな顔つきになり、うわぁ、あんなとこで、と言って、話し始めました。8年ほど前、同じように土砂降りの大雨の日、一人で帰っていた小学生の男の子が、溝の傍らにランドセルだけ残して行方不明になりました。学校に連絡が行き、先生や保護者の方たちで探していましたが、なかなか見つかりませんでした。それから数時間後、ランドセルだけが残されていた、男の子が溝に落ちたと思われる場所から数百メートル離れた溝の中で、男の子は発見されました。溝の中を凄まじい水の勢いで流された男の子の体はボロボロになり、全身の骨が折れた無残な状態で発見されたそうです。全身の骨が折れていびつな形で硬直していた遺体を見つけたのが、私たちを怒鳴った教頭先生だったのです。当時、その地域に住んでいた人の中では有名な事故で、みんなよく覚えているそうです。教頭先生は事故以来、雨の日などは生徒の下校ルートを見回るようになったそうです。その後、家に教頭先生から電話がかかってきて、誰も怪我などしてないか心配してくれていたそうです。教頭先生が母親に語ったのは、いつものように見回りに出ていると、私たちが坂の下の溝のところに集まっていたので、血の気が引いて駆けつけたそうです。その場所がまさにあの男の子が落ちてしまった場所だったからです。事故以降、通学路にある側溝には蓋が設置されていたので、なんであの日、あの場所だけ蓋が開いていたのか本当に不思議だと言っていました。もし教頭先生がその場に来て大声で注意してくれなかったら、友達はあの男の子のように溝に引きずり込まれていたような気がします。後日、一緒に帰った友達たちと話していて、私たちは教頭先生が来てくれてよかったよねと話していましたが、そういえば誰が、傘入れてみようよ。なんて言い出したんだっけという話になった時、私たち3人の誰もそんな提案をしてはいませんでした。誰がそんな提案をしたのでしょうか。
大雨が降ると、今でもあの大雨の日の光景と、教頭先生の大きな声や表情、そして、傘入れてみようよ。という声を思い出します。うちのいとこのおばさん、母の姉は、ちょっと頭おかしい人でね。まあ一言で言うと、時々、昔死んだ彼氏が私を呼ぶのよ。ってセリフを、親族で飯食ってる時とかに平気で言う人でね。2年くらい前から、離婚したい。が口癖だったんだ。そいで、3月にそのおばさんの娘が大学に合格して、じいちゃん、母方、の家で親族で集まって、合格祝いしたんだよ。最初は和やかな雰囲気だったんだけど、しばらくするとおばさんがまた離婚話を始めてね。旦那子供の前でね。旦那さんはほんとすげえいい人で、どんだけいい人かって言うと、長くなるから割愛すっけど、とにかくできた人でね。その離婚話ってのが、いかにおばさんの勝手な話かってのは、おばさんの母親である家のばあちゃんとじいちゃんが、旦那さんに泣いて謝るくらいなんだ。祝いの席で始まった離婚話。最初はみんな、またかよ。ってスルー方向だったんだけど、ふとおばさんの娘の方見ると、なんかすげえ泣きそうだったのね。もう恥ずかしくてしょうがない、みたいな感じね。娘はすごい頑張り屋で、ほんと今時珍しいくらいいい子でね。普段の彼女知ってるから、なんかそれ見たらすげえ腹が立ってきた。さらにじいちゃんも真っ赤になってて、今にもブチギレそうだったから、ちいきしょい、俺がやってやるー、って思って。おばさんいい加減にしろよ。みっともないぞ。的な言葉を言ったわけです。ぶちまけましたよ。親族代表としてね。あん時のおばさんの顔は、今でも忘れないね。最初、真っ赤になった顔が一気に真っ青になって、俺が喋り終わるやいなや。あんたみたいなガキに何がわかるってのよ。って調子合うと。ほんと内心すげえ怖かったけど、でもよく言ったって顔してる親族一同の顔見たら、ここで引いたらダメだと思って、なおも喋り続けたら、ほんと顔面蒼白になってね。おばさんがふらつき出したんだ。さすがにこれ以上はやばいかなって思ったうちのママンが。それぐらいで、先に帰ってなさい。って、俺ら子供衆を家に戻るように促したのね。ちなみに、うちとじいちゃん家は同じ敷地にあって、徒歩10秒ぐらいなの。で、俺と姉貴と弟といとことで家に帰って、4人でゲームやってたんだ。いとこにはほんと何度も謝ったんだけど、逆に。ありがとう。とか言われて、姉貴と弟には。よく言った。とか言われて、正直まんざらでもなかったんだ。しばらくするとうちのママンが戻ってきてね、開口一番にこう言ったんだよ。マジで一言一句忘れもしない。今すぐ荷物まとめて、おじいさんのとこに逃げなさい。は？何？なんかあったの？ワクワクが隠せない姉貴と弟の声のトーンとは超対照的に、ママンの声のトーンは低くてね。とりあえずいとこに遠慮して、廊下で二人で話してたんだ。あの後は、もうあんたに対する罵詈雑言の嵐よ。罵詈雑言なんてもんじゃないわよ。殺すって言ってたわ。もう誰が何言っても聞きやしないし、今晩おばあちゃんの家に泊まるみたいだし。遠くから聞こえる桃鉄の BGM。あんなに暗く聞こえたのは初めてだった。とりあえずいろいろ突っ込みたいこともあったけど、まさか？って笑って部屋に戻ったんだ。その後、おじさんが来たりいろいろあったんだけど、結局11時頃には、おじさんといとこはおばさん残して帰ってね。で、3時ぐらいにはママンもパピーも弟も寝てて、俺と姉貴二人で映画見てたんだ。電気消してね。そしたら庭の方から、砂利の上を歩く音がしてね。もうそん時は、前置きなしで俺も姉貴も直感したんだ。おばさんだ。映画の音量を下げて、耳凝らして外の音聞いてると、確実に俺の部屋の窓んとこぐるぐる回ってんだよ。最初は面白半分で笑ってた姉貴も、急にマジになってさ。私がうまく足止めするから、裏口から逃げろ。で、すぐ車庫に行け。こりゃほんと冗談じゃないよ。とか言い出す始末でね。俺も軽くパニクって、なんかバッグに下着とか詰め始めてね。とりあえず車のキーと財布と携帯とタバコ持って、裏口でスタンバイしたんだ。そんで、同じタイミングで外に出る俺と姉。俺の部屋の窓と車庫は7メートルぐらいあって、今のままじゃ下手すや、車に乗ろうとするとおばさんと鉢合わせになっちゃうんだ。だから物陰に隠れて耳を凝らしていると、姉貴の声が聞こえてきた。
おばさんどうしたの？こんな時間に？そっから先は姉貴の声しか聞き取れなかったけど、なんかだんだん声が離れていった感じがしたのね。そんで、時折笑い声とかすんの。さすが姉貴はおばさんに超好かれてるだけあんな、とか思いながら、ダッシュで車庫に行って、車のエンジンをかけたのね。よし行けると思い、ギアをバックに入れてライトをつけると、ものすごい顔をしたおばさんの姿が映ってたんだ。あの瞬間は本当に背筋が凍った。だってさ、作業用スコップ持ってたんだもん。そっから先は鬼バック。急発進。チャーリーなエンジェルも真っ青なフルスロットル。近くのコンビニについて、速攻姉貴に電話をすると。いやスコップですよ。でもやっぱ完全に、殺意の対象はお前のみ。私とか全然笑顔でトークしてたよ。あの史跡で、誰もお前のことをフォローしなかったのは大正解だったね。と大爆笑なーね。殺意の対象が俺のみじゃなかったら、あんな無茶なことしねえよ。とか言いつつも、内心家族が心配で、その日は姉貴と弟に寝ずばんを、持ち武装した状態で。そして、明け方着いた祖父の家で、自分の車を見てびっくり。傷だらけ。ひっかき傷だらけ。つかおばさんさ、車庫にいたのかよ。おばさんはその数日後、神奈川だかの病院に入院して、今は退院して元気だそうです。多分。それまでいろんな心霊スポット行ったりしたけど、生きてる人間が一番怖いです。グッジョブ。面白かったよ。なんだかんだ言って一番怖いのは生きた人間だよね。いや、ちょっと待ってくれ。おばさんがずっと車庫にいたのなら、家の周りをぐるぐる回って、ついでに姉さんと談笑しつつ離れていったのは誰だ？寝静まるまで車庫にいたってことだんべ。私が本人なら正当防衛でそのおばさん殴るだろうな。スコップでも切りかかられたら肉なんて簡単にすっぱりいっちゃうから、父のスコップ武装は恐ろしい。おばの旦那は、なぜこの父がいを置いて帰ったのかが疑問。もう相手しきれないから。メンヘラは甘やかせば甘やかすほどつけ上がるし、攻めれば死するし、どうしようもない。死んでも余計厄介な場合もあるしな。入院して今は元気っていうなら、やっぱり病気だったのかね。おばちゃん怖すぎる。でも生きててよかったな。スコップに対抗できる工具といったら、やっぱかなてこっしょ。でっかいのは鈍器だよね。私持ち上げることすらできなかった記憶がある。鈍器じゃないよ、鉛筆は刃物だよ。木の根っこも容易に切断できるんだから。人に向けたらずっぱり行くよ。関節狙えば手足首くらい吹っ飛ぶよ。まあ、スコップは塹壕戦において無類の強さを発揮した立派な武器だしね。怖や怖や。中2の夏だった。その時俺は、ちょっとした徳島の田舎の学校に通ってた。この時期って言ったら、中学校生活でも一番暇な時期だった。クラブは一応柔道をしてたんだけど、部員が全員中2で、数も5人しかいなかった。その上顧問もかなりいい加減で、夏休みなんて初めの5日ぐらい簡単な練習して、残り1ヶ月今日は丸々暇になった。そこで、俺と特に仲のいい S と K の3人で、四国をママチャリで回ろうということになった。夏休み最後のクラブ練習を午前中に終えた俺らは、うちの親の車に積んであった四国の地図を持ち出してみながら、近くの神社でアイスを食いつつ、だべりながら行き先を決めていた。どうせなら、夏休み明けにみんなに自慢できるところがいい。いろいろな案が出たが、S が提案した。吉野川を登って祖谷にたどり着く。に決まった。祖谷っていうのは、徳島の西端にある地方の総称で、日本でも屈指の秘境だ。他に室戸岬や高松へ行くといった案もあったが、秘境という言葉に惹かれた俺らは、だいたい1週間の予定で出発の準備を進めた。出発当日、朝6時に中学校の正門で待ち合わせた俺らは、半日ほどかけて吉野川に出た。早ければ2時間もかからなさそうな距離だが、なんせ弱小柔道部だったから。さらに休憩も20分おきぐらいにしたし、かき氷やや駄菓子屋を見つけては立ち止まってたから無理もなかった。出た場所は吉野川中流域で、道もあんまり広くなく、その当時はあんまり走りやすくはなかった。すぐに日暮らしの音が辺りを包み始めた。夜も近い。そろそろ寝場所探さなあかんな。もう疲れたわ。しばらく走ったが、眠れそうな場所もない。俺らはテントも寝袋も持ってなかった上に、空の具合も悪かったため、なるべくベンチと屋根が揃った寝床を探すことが必要だった。
しかし、あたりにはひなびた田園と薄暗く曇天を映し出した川も意外ない。仕方なく俺たちは夕闇迫る一本道をひたすら進んだ。いつしか吉野川は姿を消し、あたりは徐々に緑深くなっていった。小心者の警が、戻ってどっかの民家に泊めてもらった方がいいって。と言っていたが、俺と S は、せっかく進んだ道を引き返すのはもったいないと反対し、さらに道を進んだ。やがて道は、月あたりへと差し掛かった。この道は途中から山道になったため、坂で体力を消耗して時間を食ってしまった。そのせいであたりはすっかり暗くなってしまい、K が持参していた懐中電灯の明かり以外何もなくなった。さらに悪いことに、小雨まで降り出してきていた。髪を濡らしながら俺たちは月あたりをどっちに進むか話し合った。左は荒れてはいるものの、アスファルトの道が続いているがその先に明かりは見えない。右は急にオフロードに変わってはいるが、うっそうとした木々の間の、さらに向こうに明かりが灯と灯っている。電灯の明かりか民家の明かりか区別もつかない。だけど、とにかく行ってみようということで、当然 K はもう反対だったが、荒れた幅1メートルと少しばかりの道を、自転車を押しながら無言でひた進んだ。だいたい8時過ぎのことだった。それから30分以上が経つと、いよいよ道は獣道に差し掛かってきた。変な虫はたくさん飛び回ってるし、ずっと蜘蛛の巣をかき分けながら進んでた。この道は右手すぐには急な山林が広がっていて、左手には崖があり、そのすぐ下にせせらぎが流れているようだった。とにかく暗くて最悪の経験だった。しかし、前までは遠くに見えていた光もかなり近づいたように思える。まさに、希望の光そのものであった。ようやく光の正体が明らかになった。それはただの電灯で、K はそのショックさのあまり泣き出してしまった。責任感の強い S は、その横で必死にあたりを散策していた。俺は K に勇気づけていると、S の声が遠くでした。おい、ボロ屋があるぞ。一つ峠を越えたのであたりは山々に包まれ、闇の中にポツンとした汚い道の脇に、電灯の光が放り出されている形だった。雨はしつこく降り続いている。空気が生ぬるい。なんでこんなところに電灯なんて。と思いつつ、俺と K は S の声のする方へ、道を外れて草を分け入りつつ向かった。どうやら昔は草などはなく道があったようだ。明らかに周りと草の感じが違う。すぐ奥に S と、不気味に暗く浮かび上がる民家のようなものが現れた。木造だったので状態はかなり傷んではいたものの、割と作りは立派で、雨をしのぐ場所がきっとあると思い、少し恐怖感はあったものの、ほっと俺たちが肩を撫で下ろした瞬間だった。懐中電灯を持って、辺りを照らしていた K の手が止まった。ちょうど S が民家の前に立っていたのだが、その S のいる奥の方を照らしている。俺は K に付き添っていたので、K の照らしているところを見た。そこは民家の離れのような場所だった。じっと離れを照らしたまま動かない。どうしたんや？もっと周り照らせや。俺がそう言うと、K は再び泣き出してその場から逃げ出そうとした。俺と S は K をなだめ、しばらくしたところで事情を聞いた。あそこに、女の子がずっとおる。はぁ？はじめはそう思った。K はその後もダダをこね。帰る。と言い出すも、この天気じゃどうしようもないし、帰るんなら一夜ここで過ごさな仕方ないと説得し、なんとか落ち着かせて民家へ近づいた。裏手は高く崖がせり出していて、両脇はうっそうとした森だった。屋根はかなり穴が開いていたが、屋根もあるし、床も抜けていない部屋が一つだけあった。柱はかなり傷んでおり、襖や玄関などは完全に消失していたので、外の様子は常に確認できる。K はずっと離れの方を気にしているようだった。まだおる。ずっとこっち見てる。さすがに気味が悪くなった俺らだったが、疲れていることもあったので、眠いという気持ちが先行していた。S の時計はすでに11時を回っていた。俺たちは汚れた木床に横になり、数分もすると俺は意識を失っていた。多分、俺が寝て3時間以上は経ってたと思う。時間は確認してない。ふと目が覚めた。S と K は熟睡していて、K はいびきまで上げていた。あんなに怖がっていたのに、よほど疲れていたんだろう。尿意を催していた俺は庭とおぼしき場所へ出た。すでに雨は上がっていて、流れる雲の間から月が見え隠れしていた。少しその光景に見とれた後、俺は離れらしい場所まで行って、その脇の森の木で用を足そうとして森の方を見た。俺は声を失った。樹冠を黄色い光、色ははっきり覚えていない。
か3つばかりフラフラと、まるで先ほど見た月のように木々の間をちらほらと塗っていたんだ。気づくと、俺は生まれて初めて動けなくなっていた。誰かがおぶさってる。何かが俺の胸を触れた。後ろから子供の手らしいものが、前に回り込んできたのだ。その何かは耳元でこう言った気がした。出て行って。と。今でもはっきり覚えてる。かすれた少女の声だった。どうやら俺たちは、足を踏み入れてはいけない場所に来てしまったらしい。俺が、わかりました、ごめんなさい、と念じると、重かった空気が溶けた気がしてようやく自由になった。そして、すぐに雨が降り出してきたので私は急いで部屋に戻った。今までよりもすごい勢いの雨である。そんな中ここを出ていくのも気が引けるが、俺は部屋にいたSKに事情を話し、逃げることを促した。このままじゃ呪い殺されるぞ。さすがにみんな怖くなったようで、大雨の中カッパを着込んで外に逃げ出した。凄まじい雨で雷も鳴っていた。そんな中、俺たちが自転車のある外の道へと戻ろうとしたその瞬間である。低く凄まじい音が、俺たちの後ろから鳴り響いた。なんだ?と俺たちが後ろを振り返ると、50センチぐらいの岩が次々と裏手の崖から落ちてきたかと思うと、次には大量の土砂が家に覆いかぶさったではないか。バキバキと音を立てて家は壊れ、やがて全体を飲み込もうとしていた。逃げろ。みんな全速力で逃げた。凄まじい崖崩れで、俺も小さな石が頭に当たって血が出たし、S も足を何かで切っていた。でもずっとあの部屋にいたら、今頃この程度じゃ済まなかった。唖然としながら大雨の中、自転車のそばでへたり込んでいた。雨はようやく訪れた夜明けと同時に止んで、東からは見事な朝日が昇ったのを覚えてる。昨日の女の子、いいやつだったんやな。朝になって、付近を走っていると地元の人に会ったんで、話を伺った。どうやらこの地域は地盤がとても緩くて、崖崩れなんてしょっちゅうらしい。あと、女の子の話もしたんやけど、なんかこの地方には昔からいい精霊がいて、それじゃないかということだった。今思い出してもゾッとする。あの時、あの少女に会っていなければ俺たちは。って思うとね。その後は、おかげで無事家を観光して、帰路に着くことができました。まあ、この途中にも2、3不思議なことはあったんやけどね。さすが四国って感じ。こういう異例、野良座敷わらし?にはちゃんとお礼して、今後も土地を見守り続けていてくれてほしいな。少年たちの日頃の行いが良かったのかもしれませんね。良かった良かった。幼女天使だな。幼女に後ろから抱きつかれた上にかすれ声で囁かれたとか。たまんねえな。俺だったらちょっとハスキーな熟女がいいな。出て行きたくなくなってしまうじゃないか。目は覚めましたか?朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。